どうも、藤井21です。さて、本日の料理、食材はお魚です。こちらアイナメっていうお魚ですね。バットからはみ出てこんな、今さっき気づいたんですけど、わかるかな、松江区みたいなのある。まつげみたいなのがちょっとまつえくしてるアイナメ。これをさばいて、今日はお刺身と、あとフライ、フリッターみたいなやつ2品作っていきたいと思います。じゃあまず鱗落とします。鱗がきれいに取れたんで、頭を落として、内臓取り出します。血合いの膜に傷をつけて、これをきれいに洗ってきます。はい、じゃあ血合いもきれいにできたので、これを3枚に下ろします。得意じゃないんだよね。ちょっと割れちゃった。打ち成功。はい、こんな感じ。アイナメ3枚おろし、これを腹骨すいて、中骨をてか割っちゃおう。2本に2本に割って、骨が入ってるんですよ。これを箱に振って、で、まだこっちに残ってる。で、ここだけ
この形で、ここに骨が入ってる。今日刺身はワイナメって皮と身の間に油がこうめっちゃあるの分かります。この皮も美味しいんですよ、ワイナメは。だから、皮を焼いて焼き霜作りします。このアラもなんかワイナメちょっとこの辺超うまそうなんですけど、今アラ汁に後で後日アラ汁にして食べます。この辺とかも出汁が出そうな。で、肝、これですね。なんかちょっと調べたら肝もうまいみたいなこと書いてあったんで、これもちょっと湯がいてボイルしてちょっと刺身と一緒に食べます。で、刺身用の方だけちょっと塩水処理します。で、塩水、結構しょっぱいめこの塩水つけて 1,2 分ぐらい、すると余分なこう臭みとか余分な水分が出るんで美味しくなります。で、しっかり水気を拭き取る。この辺で拭くんですけど、このままだと皮が縮んでこうキュッて、身がキュッてなっちゃうんで、ここに飾り包丁を入れて縮まないようにします。はい、というわけでアイナメのお作り、焼き霜作りの完成です。ソースが完成。はい、衣が完成。はい、フリッターが上がりました。はい、アイナメのフリッター完成です。
はい、というわけで、タイナメを使った2品、焼き霜作りとフリッター、完成です。早速、いただきます。乾杯。じゃあまずフリッターから。サクサクで、中のアイナメの身がふわ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 、ビール、でもパサついてないで、しかもしっとり。しっとりしてて、すごい美味しい。次、焼き霜作り。ポン酢と醤油用意した。ちょっとつけて。癖がないみたいなこと書いてあったけど、結構癖ある。あ、でもこれ好きな人は好きだわ、多分。嫌じゃない。そうでした。
ありがとうございました。